コールスローサラダを作ります。野菜を切ってコーンを準備します。塩を振り混ぜて10分ぐらい置き、野菜をしんなりさせます。玉ねぎの辛さが気になる方は水にさらした玉ねぎを使っても結構です。混ぜてしまうのであまり玉ねぎの辛さは気になりません。ボウルに布巾をかけて野菜をのせます。両手でぎゅっと絞ります。布巾を使って絞ると簡単にきちんと絞れるのでとても美味しくできます。こんな感じに絞れました。マヨネーズ、酢、砂糖を入れます。混ぜていきます。最後にコーンを入れてひと混ぜしたら完成です。ご視聴ありがとうございました。